はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。今週ご紹介する試合は武藤敬司対小島聡の5週連続企画第2弾、2004年9月3日横浜分隊で行われた特別試合、武藤敬司対小島聡の一戦です。先週ですね、武藤敬司選手が小島聡選手への愛情と育ってほしいという期待を込めてですね、言っちゃうぞバカ野郎だったりとかっていうお決まりの部分を全てカットするという試合をご紹介いたしました。武藤敬司選手というと、まあ、98年から小島聡選手を NWO ジャパンに勧誘し、ここから2人の縁ができてくるわけですけども、2002年に入団してからですね、先週ご紹介したこの5月の時点では丸2年以上全日本プロレスに小島聡選手と在籍する中で、小島聡選手の成長が止まっている、あいつは全然変わっていないというふうにですね、強い口調でコメントをすることがありました。まあそれもね、まあ武藤敬司社長としてもですね、小島聡が育っていかないとこれからの全日本はダメだろうというような、まあ、期待もあったと思いますし、とはいえね、まだまだ一プレイヤーとして後輩である小島聡には負けられないというような、まあ、自負、まあそういう格の違いをね見せなきゃいけないというところでね、難しいところだったと思うんですけども、先週ご紹介した試合でもう小島聡をもうめったくそにやり込めたわけですね。まあ一応試合に勝利した小島聡選手だったんですけども、もうそんなことはもうお構いなく足早にバックヤードに下がっていきました。まあその試合を経てですね、小島聡のスランプが始まっていくことになります。当時全日本プロレスのタッグ王座、世界タッグとアジアタッグチャンピオン、この2つの王座をどちらも保持していたわけですけども、まずは天竜淵組に敗れアジアタッグ王座から陥落、そして永田家臣組に敗れ世界タッグ王座からも陥落と、タッグパートナーである数林選手からしたらちょっとまあとばっちりを食らったというようなところでもありますが、数林選手からしたらですね、この時世界ジュニアチャンピオンだったということもあり、一応3冠チャンピオンだったわけですね。その、3冠チャンピオンだった時期が本当に非常に短くてですね、結局この、小島聡選手のタッグ王座を全て失うと。小島聡選手はここからですね、まあ何かきっかけを作ろうという思いがあったかもしれませんが、ノアの社長三沢光晴選手と直談判し、三沢光晴選手とシングルマッチを行いました。非常にいい試合だったわけですけども、本当にあと一歩あとわずかなところで敗北してしまうと。まあその勢い余ってか試合後の会見で、負けたけど体は感動しているというようなコメントを残しました。本当にこうスランプの時はですね、もう何をやってもこううまくいかないというか、こう叩かれるというかですね、このコメントに見事に河原俊明選手が怒りの返答をしたわけです。全日本プロレスを背負った試合で負けておいて、負けて感動とは何事かということですね。まあ聞いたらごもっともなお叱りを受けたわけですけども、その流れでですね、河原俊明選手とのシングルマッチを行いましたが、こちらにも敗北してしまうということで、本当に勝てない日々がね続きました。そこに来て今回横浜分隊で武藤敬司選手とのシングルマッチが組まれたことになります。5月の試合ですね、もう本当にこうみそくそにこうやられた、プロレスラーとしての人格を全て否定されたような試合をされてしまったわけですけども、なんとしてもそのリベンジを果たしたいという思いがね乗る一戦かと思います。今回の煽り V もですね、武藤敬司の小島聡愛がもう存分に語られるコメントがね入っております。冒頭も言いましたけど、まあ小島聡という人間がねもっと育っていくためには今のままじゃダメだと、もっと成長してほしいと。ですがやはりその中ですね、まだまだプレイヤーとして格が違うということを武藤敬司が見せつけていく中、小島聡がどれだけ、武藤敬司に迫っていけるか、その健闘ぶりをですね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ぶっちゃけた話、小島なんか新日本から俺と一緒に来てね、まあもう2年、同じ、まあ、新日本にいるとこから言ったらもう何年も俺と一緒にこう来てるけど、なんかこれじゃ常にもうナンバー2、はい、まあチャンピオンもいるわ、はい、ナンバー3からこれもう変わっていかねえぞ、うん、そしてニュートラルコーナーを送り込んでいって、そして行かない、行かせないですね、行かない、行かせない。武藤敬司ぶっちゃけた話もね、あいつの行っちゃうぞエルボーが固定してから、俺あいつのレスリング伸びてないと俺判断してるからね、あいつ向上してねえんだよ、うん、一切。さあそしてタイガードライバー91ですね、ねじ伏せるか、ねじ伏せるか、どうか、スリーカウント。体はすごく感動してる。勝って感動だろ普通は。全日本を代表して負けて体に感動ってのはおかしいだろ。小島の縦髪を掴んでいって、真正面からステップキック、デンジャラスキックを抑えてスリーカウント。三沢戦と全く違うことが、俺は一つも感動しなかった。これっぽっちも感動の彼女も
あの人とやって生まれなかった、うん、カード年明けてやって残ったのは 100%、120%、200% 悔しい気持ちだけです。この悔しいと思った気持ちが、うん、あの人が残したメッセージだと、門田俊明が残したメッセージだと勝手に俺は解釈したし、勝ち負けだけじゃないものをプロレスで、それよりもっと大事なものあるって、うん、そういうのも信念としてやってきたけども、うん、やっぱり勝ちにはこだわってる、うん、勝負の世界だから門田戦で負けたっていうことがね、うん、自分の悔しさとして最大限の悔しさとして残っているので、うん、やっぱり勝ちたい。いや別に小島のことがどうとかじゃなく、うん、なんかその対三沢社長、対川田チャンピオン、あんまり比較されたくもねえんだよな、うん、それはあの二人と違って小島と俺の中にもうストーリー歴史があるわけであって、うん、そういう歴史のことを考えたらさ、小島にだけは負けたくない、他の野郎にもしかしたら負けても小島だけには負けたくないっていう、なんかどういうわけかそういう気持ちがすごいあるからね、うん、いやプロレスなんて結果だけが全てじゃないけどね、うん、その結果だけじゃない部分でも負けたくないんだよ、うん、なんか知らないけど、うん、まあそういう武藤敬司をお見せします。信じ勝利の雄たけびを上げるまで、過酷な戦いの時は続いていく。今日も相手に勝ち、己の研磨してきた腕前を思う存分発揮してみせよ。剛腕がうなるぞ、小島さとし。だけを目指して1位前進、秋の訪れを告げる港町横浜にプロレス界の天才が飛来する。長い戦いの一本道、過ぎ去った思いを顧みず、これから目の前に現れる現実をひたすら見つめて、今日も戦場へと歩んでいく。天賦の才能、心に秘める英知、今天才が戦場へとやってきた。アイアムボス天才武藤敬司。日本一の選手の特別で予算で日本一の方がいます。アウトは250パット小島さとし。その剛腕うならす
セロ小島さとし。天才が港横浜に見参、武藤敬司。スタートしました。武藤敬司対小島さとしの一戦、横浜文化体育館からお送りしてまいります。放送席の解説は週刊ゴング長野影弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況松崎敏夫でバイオレンスにお送りしてまいります。小島さとし、そして武藤敬司、両者の戦いであります。さあ、まずはファーストコンタクト、小島さとし武藤敬司。小島は語りました。後楽園での川田戦は俺が暴走していたら全日本のメインの試合ではなくなっていたと思う。昔の俺ならやっていただろうが、今の俺には一つの使命感というものがある。そう語った小島さとしであります。長野さん、はい、まあ、小島らしいという表現ちょっと悪いかもしれませんが、まあそんな感じですかね。そうですね、あの小島の場合はね、その三沢光晴とやりたいと言って、はい、あのノアの三沢光晴を全日本のリングにね、呼び、いざ戦ってみたと。その中で、その全日本プロレスを背負っていくのは自分なんだというね、意識を強烈に持ったと思うんですよね、はい、で、まあそれに対して、まあ、川田あと武藤というのがね、今のお前はそんなあれじゃないじゃないかというような思いをぶつけてるという感じですよね。それと長野さん、要するにファンの方、それからのテレビをご覧の皆さんに見せる試合ではなくて、川田さらには武藤に見せつける試合をするんだという、そんな話もありましたが、でもね、いざやっぱり試合をしてみたら、お客さん不在のわけにもいかないわけですし、あのそれこそメインにふさわしい試合っていうものはありますからね、ただまあ川田がね、多分言いたかったのは、はい、あの小島が勝負にこだわってないように思えてたんでしょうね、今までね。だからいい試合だったじゃなくて、勝負にこだわることも必要なんじゃないかという、その負けながら感動したという発言を聞いたときに、多分川田はそう解釈したと思うんですよ。あ、そうですか。ただ小島が実際じゃあ勝負にこだわってなかったら、やっぱこだわりはすごくあるわけで、あのそこがなかなかね、突き破れない部分なんですよね。対するその武藤なんですが、やっぱり武藤はその小島、少し小島の戦法を見てみようとかね、まあ、そんなことも口ずさんではいたんですけれども、まあ、今日のこの戦いにかける武藤のそのね、胸の内っていうのは、これはもう本人だけしか分かりませんけどね。そうですね、あの武藤にしてみればやっぱり小島への期待というのは大きいと思うんですよね、一緒にその試合ができてね、上がってると、そうなったらお前が早く出ましたね。はい、チャン・ミザード出ました。さあ、長野さん、ちょっとお話を続けていただきたいんですが、はい、ただそういう期待の裏返しが厳しい言葉や厳しい試合になって出てきてるんでしょうね。行っちゃうぜエルボーから、あいつは進歩がないとかね。さあ、プロレスを愛するこの武藤敬司、横浜の街、横浜のマットでそのプロレスを愛するポーズが見られました。ラブポーズで、今も試合を完全に客を今自分に武藤は引きつけましたよね。あのはっきり言って小島の存在を消してますよ今。かなりこれは厳しいですよね、技だけじゃなくね、心理的にも不安を取り込んじゃいましたね。それとね、入場シーンで私があの語っている最中、小島のことを少し見たんですがね、ええ、武藤が入場してくる方向をあまり見ず、下を向いて、ええ、ちょっと普段の小島らしくないなという感じ僕はしたんですけれどもね。そうですね、だからそのいつも明るい小島さとしっていうのは、ある部分見せるパフォーマンスでもあると思うんですよね。素の小島だったんじゃないですかね。であとちょっとね、体シェイプしてるような気がするんですよ小島。ほう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 、前までのパンパンの風と、からちょっとキュッとしてるかなという、やっぱり本人いろいろ意識するところあるんでしょうね。やはりこの試合、まあ、その川田さんもそうなんですけれども、それにかける小島、その心境変化何かあったからこういうふうな感じになったという。そうですね、だから今の小島はまず勝敗はもちろん、その上で内容も、そしてさらに対戦相手に自分の今までのことを伝えるというね、本当にいろんな作業があるわけですよね。だからこれはもう本当にきつい試合ではあると思いますよ。まして川田戦に負けてるわけですからね、プレッシャーかかってると思うんですよね。ならばそのプレッシャーを打破するためには、今日武藤敬司に勝利しなくてはいけません。
じっと相手を見やります。小島、武藤、こちらは小島です。じっくりとした試合展開になっています。小島聡、逆水平見舞ってまいりました。前に小島聡から長野さんちょっと聞いたことあるんですが、やはりその武藤さんを超えたいんだ、新日本から来たんだけどやっぱり武藤さんがいるから超えられない、武藤さんを超えていつか自分がねトップにはなってみたいですねっていう話を少ししたことあるんですが、さあ、本音でしょうね。まあトップに なるという意識がなければ団体に移らないですよね。ドロップキック、小島倒れない、小島倒れない、エルボーを狙っていった。さあ小島聡、そして小島がトップロープからプランチを待った。読まれてますね。ちょっと、まあ、調子に乗るって 言い方はねあれですけども、ちょっと甘い攻撃になるともうすぐやられちゃいますね。その部分というものは武藤圭司しっかり読んでいます。センスにぶつけました。小島死ねえか。しかしブロックしていて、ブロックしてましたね。そうですね、これはシャーニングウィザードはブロックしていました。小島さん、武藤の戦法も読んでいる、逆にその戦法は武藤にも読まれています。小島聡、鉄柱にぶつける小島聡。後ろからありがとう武藤、額を鉄柱に打ち付けました。さあ小島聡、しかし数林がリングに入れというふうに。そうですね、まあ、小島もねグレートムタにね釧路で額大きく割られてますからね。そうですね、しかもそれグレートムタと西村を組んだんですよね。そうですね、さあそんな中武藤圭司今鉄柱です。鉄柱ですね。これは武藤圭司また後方参るバックからやられた。かなり来ています。武藤圭司、あともう目に血入っちゃってますね。武藤圭司、これは額ざっくりと2箇所割れていますが、武藤圭司の流血戦というのは長野さん、武藤としてっていうのはあんまり見ないですよね。武藤はともかくとしてね、さあ鉄拳ナックルに食われてくる。ああ武藤、目にも血が入っている。こんな武藤圭司を見るのはおそらく久々、2004年になったからは初めて。リングインとなりました。かなりの出血量ですよこれは。そうですね、武藤圭司、ああ今すごい血が滴り落ちてますね。これは流血戦、ね、ここでストップとかかかると嫌ですよね。そうですね、そしてナックルパートに待った。武藤起き上がった。武藤起き上がったがダメ、尻餅をつきました。血のしぶきが上がった。港横浜の街、外国文化が、さまざまな外国文化が入ってきたこの横浜の街に武藤圭司、血のしぶきが上がりました。武藤は劣勢、そして小島聡、ここは情け容赦ないナックルパート。さあ立て紙を振り乱したライオン若獅子が今天才武藤圭司に襲いかかっています。武藤大流血、あまだ出てますよ。そうですね、困ってないですね。そして襲いかかっていってカウント、スーカウント、しかし意地でもってその武藤圭司の割れている額のあたりを、で後頭部のあたりから血が滴り落ちてるんですよね。流れ落ちてますもんねまだね。はい、ああ凄惨な試合になっています。ちょっとこれはね思いがけない展開ですよね。ナックルパート連発、そして武藤圭司大流血であります。横浜のマットで武藤圭司敗戦のゴングを聞いてしまうのか。やめようやめようやめよう。さあ小島聡、逆水平に舞った、また血のしぶきが上がった。さあそして
小島聡ナックルを連発するかナックルパート。これはね、はい、まあ、アクシデントですよね、一種のね、この流血っていうのはね、ただね、こういう状況になった時にね、じゃあ小島がどういう風にね、武藤を仕留めていくのかっていうところですよね。はい、小島、しかしドラゴンスクリューだった武藤圭司のドラゴンスクリュー、しかし小島を蹴られた、小島にドラゴンスクリューに待った、小島の右の膝お皿のあたり痛み走りました。しかし小島さとしの両の手武藤の返り血を浴びている。今10分経過した。低空の蹴り、さあ武藤圭司が低空の蹴りに待ってまいりました。しかし顔面真っ赤であります。さあ小島、少し右の膝に痛みを感じながら、天賦の才能を持ったこの男にナックルパートを打ち込んでまいります。天の力を仰いで、天賦の才能を持ったこの男に天の神は力を貸してくれるのか。まだ貸していない。しかしその前にこの若獅子がたてがみ振り乱して武藤圭司をねじ伏せてしまうのか。いやー、さんまさん、これちょっとかなりね、もうストップがかかってもおかしくないぐらいですね、ここまで来ちゃうとね。ただ武藤がね、そんなも攻めてるわけですよね。はい、流血しますと、その切った箇所からの痛み、さらには少し自らの体全体に震えというものが微動なんですが起こるわけであります。そんな中、武藤圭司、この小島さとしから猛攻を食らっています。ナックルパート、武藤の額、ものすごい出血、ヒットバット、さらには武藤、左から捉えた、左から捉えるかどうか、バンクドロップ、バンクドロップに待っていった。さあ、小島さとし、ここは大海原に天才を沈めるかもしれない。カウントです。これはね、小島もね、どう攻めていくかというところ難しいですよね。そして左方向からバックドロップに待った、バックドロップ、あー武藤完全血でもって目が見えません。大流血、血で血を洗う激闘、そして俺の心にみなぎる真っ赤な血を、それが逆に小島聡に力を与えている。ファイルドライバー、あーっと武藤圭司、うわー、これはすごい。あー、これ大島さん、これストップですよね。これ最近こんな流血見たことないですね。ストップかからない。和田レフリーはどうなのか、セコンドを見合っていますが、試合は続行です。試合続行、ブレンバスターで来る。さあ、抑えるか、抑えるか、抑えるかどうか、2カウント、2カウントで返しました。小島の場合ね、これで仮に武藤をフォールしても流血があったからとかって人に言われちゃうわけですよね。でそういう声が上がらない勝ち方を今度はしなきゃいけないわけですよ。小島の胸板、さらには両の手首、タイツ、リングシューズ、そのあたりに武藤圭司の返り血、さあ同締めで来る。あー、これはきつい。武藤圭司ロープサイド、さあ免れることができるか。武藤圭司、小島聡がひねる、うわ、もうものすごい返り血、すごいですよね。武藤圭司、絶体絶命の崖っぷち、この小島聡の辛辣な攻めから這い上がることができるか。サードロープエスケープしました。武藤はまだまだね、戦う姿勢を見せてますよね、はい、うわー、これかなりですもんね。はい、水たまりではなく血だまりが起こる。そしてまた血のしぶきが上がる。また血のしぶき上がった。小島ヘッドバット、さあ
ここは肉食獣がここは襲いかかる感じ。スリーパーで来る。しかし武藤圭司逆にどうか。バックドロップに行きたいところはダメ。切り放った小島さとしがゴシゴシカッターでこじ開ける。さあ抑えるか。いやいやまだまだ抑えません。これは勝負の世界とは厳しいもの。今15分経過しました。場内の女性ファンでもって手でもって顔を塞いでいる女性ファンの姿も見られます。さあまさしく流血戦、夏のマットでの流血戦。さあ小島さとしトップコーラーから飛んでったどうか。レフトからただね、今ね見てたらね、小島のね足ロープのところで血で滑ってるんですよ。でちょっと飛ぶタイミングがね狂ったんですね。長野さんですね。長野さん確かにね、ねロープの要所要所に血がついてます、ね、それは本当に武藤の鮮血の凄さを物語っています。打ち下ろしのナックルから武藤と小島ナックルパート。本来ならばもうストップをかけた方がいいだろう武藤圭司。ただね武藤のこのねファイティングスピリットは大したものですね、プロレスを愛するがために武藤圭司今ヘッドバット打ち込んでいる。血吹き出しながらヘッドバットですね。すごい流れてますよ今のね。また プロレスというものを愛するからここまでできるんだろう武藤圭司。打ち下ろしのラリアット右方向から打ち込んでまいりました小島。そしてこちらは武藤圭司打ち上げか抑えた。2カウントああ血と汗とそして涙がこぼれ去るリング上。シャイニングウィザードブロック、小島ブロックしていました。そして小島がラリアットブロック、もう一発来るか。ラリアット武藤ブロックした。武藤はラリアットをかけた。ラリアットこじまの右の肘、そこにも痛みが走っています。ここはねすぐホールに行ってほしいですよね。はい、武藤が起き上がるか、こじまが起き上がるか。プロレスラーとしてのお互いの意地、港横浜の街でもって交錯している。さあ武藤がブロックだ。武藤今フランケン狙ったんですがそれをボムで返しました。横浜のマットで剛腕がそろそろうなります。大流血、真っ赤な武藤に剛腕だ。しましたよこれを。手で返した。これが男です。これが男武藤圭司。これがねもう本当にねずっとトップを張ってきた男のね底力なんでしょうね。はい、プロレス界にかける意気込み、それを自慢に見せるか。シャイニングウィザード後頭部決まった。そしてシャイニングウィザード武藤が抑えて割って返した。シャイニングウィザードもう一発した。シャイニングウィザード封じて抑えて抑えた。スリーカウント。シャイニングウィザード武藤の意気込みが伝わりました。
17秒、武藤圭司の死闘、小島聡の激戦でした。おさのさん、振り返ってください。はい、今日の試合はですね、はい、やっぱり武藤がね、10年以上ですよね、まあ、デビューしてすぐトップの方に押し上げられましたよ、はい、でそのずっとトップを勝ってきた人間のね、はい、心の強さ、体の強さ、技術、はい、プロとしての意識、すべてを見せつけた一戦でしたよね。そういう意味ではね、小島はね、逆に武藤圭司というものを見せつけられてしまったんじゃないですかね。あ、すげえムカつく。ああ、すげえ悔しい。ああ、畜生、おい、おい、ああ、すっきりした畜生、おい、おい、小島にはね、小島だけにはね、小島にはじゃない、小島だけには負けたくないんだよ。小島だけには負けたくない、小島だけには負けたくない、あいつだけで負けたくないんで、他の野郎取られてもあいつだけは取られたくない。ただ正直、なんとか、まああいつに対してさなぎっていうのは失礼だ、なんか今なんとか、もうすぐすげえ進化しそう。まだ自分で掴み取ってないだけで、いくらあいつも成長したら、あいつだけは負けたくないから。どんな戦いとなっても大丈夫だ。さあ、すまない、すまない、すまない、よし。はい、というわけでこの試合はですね、武藤圭司選手が辛くも勝利したというような内容だったかと思います。試合の序盤からですね、武藤さんがもう血だるまになってですね、続行不可能だと言ってももう過言ではないくらい危険な状態だったと思うんですけども、そこに来てですね、まさに鬼神と化した武藤圭司、後輩の小島聡に対してもう絶対に負けないと、そういう負けん気をもう強く持ってなんとか最後まで戦ったというような試合だったかと思います。最後の最後まで小島聡選手の猛攻を受け切ってですね、なんとかもうシャイニングウィザードを連発して勝利遂げました。小島聡選手もそれだけ武藤圭司に肉薄したわけですけども、やっぱりまた勝てなかった、本当に勝てない日々がね、もうずっと続いているわけです。そしてこの後ですね、敗者復活7番勝負に向かっていくわけですけども、その最終戦でジャマール選手に勝利し、ようやくね、河原俊明の持つ3冠ヘビー級戦に、挑戦しようというようなところはね、これまでのバトルラベルで取り上げておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。ここからね、2005年の2月に、河原俊明選手を下して3冠ベルトをこう腰に巻いてもらって号泣しながらね、王座を体感すると、この後ね、もっとすごいことに IWGP ヘビー級王座とのダブルタイトルマッチが行われ、この試合にも勝利するということでですね、史上初の4冠王者として小島聡選手が君臨する時代を迎えました。次週ご紹介する試合はですね、この小島聡の目覚ましい活躍に非常にジェラシーを燃やした武藤圭司がまた自身の格の違いを見せつけようとする一戦となります。2005年6月3日後楽園ホールで行われた小島聡和林組対武藤圭司明組の一戦です。はい、まあ、さっき言った通りですね、この4冠王者だった小島聡選手、この、ご紹介する試合の直前ですね、 IWGP 王座から陥落してしまうわけですけども、まだまだ3冠王者として、君臨し続けていた小島聡選手が次の3冠の挑戦相手として誰を選ぶかというところで、このタッグマッチが組まれたということになります。小島聡の成長を期待していた武藤圭司でしたが、いつの間にか自分が追い抜かれて小島聡より下のポジションになってしまったということでですね、なんとかこの位置を打開して、さらには3冠王座まで狙ってやろうという試合、ぜひ来週までお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。